東北6県の政協連は、東北経済産業局に灯油の安定供給などを要請しました。配達灯油の県内の平均価格は、1リットル当たり 111.7 円で、110円を超えるのは2008年以来です。東北経済産業局を訪れたのは、県政協連の代表者ら5人で、資源燃料課長に灯油の安定供給と適正価格での販売について対策を講じるよう求めました。石油情報センターによりますと、県内の配達灯油の価格は今月22日現在で18リットル当たり2012円で、去年の同じ時期と比べおよそ550円も高くなっています。1リットル当たりの価格は 111.7 円です。宮城政協では配達灯油価格が1リットル当たり110円を超えるのは、中国など新興国の石油需要が急増し値上がりした2008年以来初めてだということです。配達業者の個別の努力というだけではなくて、やはりこの国の政策としてですね、石油製品が安定した価格になるということが大事だというようなことでですね、今回は要請をさせていただいているところです。東北経済産業局の担当者は、石油製品の価格の監視を継続しながら、これ以上高騰が続いた場合は何らかの策を検討していきたいとしました。